ファイヤーエンブレムエンゲージ、カルドマリーちゃーん。じゃあ何やなくとも第24章鉱山地帯行きましょう。でも考えようによってさ、追憶、追憶って何？過去の記憶。ここがかつての鉱山地帯ですか。今は大きな湖のようになっていますね。そうだね、もう山の、パッと見山も何にもないよね。しかしすごい場所だね。水底から流紋の力を感じる。流紋の力、海底に取り残されているという話は間違いないみたい。そうか、湖みたいになってるけど、これはそうか、海の底か。セピアにもらった魔法具を使えば流紋のある場所が浮上するということでしたね。ね、いや本当にセピアちゃんには感謝しかないな。でもさ、考えようによってはさ、いやセピアちゃんとグリが結ばれたとしてもさ、結局寿命の差があるわけじゃない、グリとセピアちゃんで。だからどうしてもセピアちゃんがグリを見とる形になってさ、でまた家族を失うっていう風になっちゃうからさ、だから考えようによってじゃあセピアちゃんにとってもグリにとっても二人で一緒に死ねたっていうことはいいことなのかなって思わない限り、なんか割り切れねえんだよな、あの二人。数刻の間っていう話だから急がないと、浮上したらすぐ流紋まで案内するね。はい、お願いします。お願いします。アイビーちゃんがうっすら笑いを浮かべてんだけど、あの子なんかいつも余裕あるよな。行きます。はい、行ってください。セピアちゃん、なんです、空間が歪んで地形が変化しているぜ。みんな離れないで。くっつこう、ギュッ、星クラマッチュ、足場がディアマンドが見切れてる。お姉ちゃん、お姉ちゃんいただきました。ベイル、あ、お姉ちゃんって言うんだ、つまみのことベイルちゃん。ちょっと待ってくださいよ。飛ばされてしまったようです。これん、さっきまで湖のようだった場所に巨大な山が。どうやら飛ばされてしまったようです。成功したようですね。早くみんなと交流しないと。そこの人、はい、あれ、え、これズマミだよね。明らか一緒やん、形が。つまみ、驚きました。おい、私とそっくりな顔です。これ闇落ちしてる方のつまみだよね。しかも邪竜の。嘘、この人はな、え、私、なんでこんな展開だったの。あなた何者ですか。いや、お前が何者なんだよ。だ、誰。それはあなたから紋章師の気配がします。今までにない珍しい気配。これさ、このひらがなだけで話す話し方さ、え、確かに邪竜、完璧邪竜だった頃のズマミってこの話し方してたんだよね。これさ、またズマミの服が最初の服じゃない、これ。神竜の娘の頃のさ、指輪を持っているのならお父様のところに持っていかないと。ソンブルか。お父様、竜族の王ソンブルのことです。竜族の王って言ってんね。邪竜の王じゃなくて、あ、関係あんのかな。私の役目は紋章師の指輪を集めること。え、ってか なんでこんなことになったのよ。そのためには何をしてもいい と、 の、わかんないんだけど、飲み込めてない状況が。私はこたびの神竜との戦でいくつも指輪を集めました。なんか別段目をかけていたみたいな話あったっけ。神竜との戦、まさかこれは昔の私自身にしても、なんでこんなことになったんだろうね。流紋のある場所を引き上げるために時間ごと巻き戻したということでしょうか。ああ、なるほど、1000年以上前ってこと。だとしたら私がいるのは流紋が沈む前、1000年前のグラドロンということに。
何をブツブツ言っているのですか。分かったら早く指輪を出してください。過去のズマミ、そうや、名前が過去のズマミになってるね。でこのズマミのこの喋り方、なんかさ、柔らかいんだけど厳しくてさ、なんか僕の中の変なとこに突き刺さりそうなんだけど。それは困ります。もし逃がしたら、お父様のご命令に背いたら。いや、このズマミの話し方いいな。ゾクゾクしちゃうんだけど。殺されてしまう。キモいよ。私の兄弟と同じように。私の兄弟、え、サンブルに殺されたの？殺される。ズマミの兄弟って、なんか戦の中で死んだんじゃないの？お兄様は水につけられて死にました。怖。お姉様は炎に焼かれて死にました。ちょっと待って。可愛かった妹や弟は異形兵に襲われて死にました。え、どういうこと？なんで異形兵に襲われるの？え、ちょ、は？戦争で死んだ兄弟たちもいますが、ほとんどはお父様が処分されます。え？処分って、ソンブルは自分の子を殺しているのですか？いや、てっきり戦の中で死んだ、戦死したんだと思ってたんだけど、処刑なんだ。仕方のないこと。でも私は欠陥品ではありません。うわ、えぐ、なんだこれ。それを示すために指輪を集めます。お父様が望みを叶えるまで。もう完全に道具としか見てないってことか、自分の子供たちを。ソンブルが望みを叶えた後、あなたはどうするのですか。私はただ。いや、確かに将来のねえ、え、何これ、つまみ赤いスカートいいな。あ、今のはあれは雪崩です。雪崩、この辺りではよくある現象。また地形効果があるのか。でも火山弾みたいな感じで。今日は少し様子が変です。異形兵たちが騒がしい。いや、このつまみの喋り方いいな。もしかしたら侵入者か。しつけ。侵入者。あ、アルフたちか。みんなが近くにいるのでしょうか。すみません、私はこれで。これどこでタイムパラドックスは起こさないんだね、このゲームは。さすがに逃げられてしまいました。いや、なんとしてでも捕まえないと。追いかける気一つもねえじゃねえか。追いかけます。力を貸してください。え、紋章師マルス。おお、へえ。邪竜に権限されてるから喋れないのか。みんな、あ、普通に合流できた。ベルちゃん嬉しそう。無事でよかった。会えなかったらどうしようかと思ったよ。いや、もう必死こいて探すだろう、自分の奥さんだもんな、アルフ。さっきのでみんなバラバラになっちゃって、お姉ちゃん以外は合流できたところだよ。いや、ベールちゃんのお姉ちゃん呼びめちゃくちゃいいな。ミスティラちゃん嬉しそう。入門の場所も分かったの。ここを少し登った場所にあるわ。なんかみんな嬉しそうにしてるのは、そうか、ズマミがやっと合流したからか。だけど、お、少し厄介な相手に見つかってしまってね。異形兵？厄介な相手ってことだよね。これでも千年前の世界。正体を教えなさいな、セピアちゃん。なあ、久しぶり。セピア、セピアちゃん。一体どの国の軍勢だというの？突然現れて異形兵たちをやすやすと裁くだ。千年後にね、グリっていうド変態って言うけどね、そいつがセピアちゃんの旦那さんになるんだよ。教えてやれよ。そんなの今まで報告になかったわ。奇襲だとしたら厄介。いや、セピアちゃん、どういうことなのかしら。彼女は死んだのではなかったの？このベールちゃんのこの表情なんだろう。セピアは死んだはずよ。もう二度と会えないわ。まあ、時間をなのに巻き戻したからってことだね。あのセピアは異形兵には見えないし、私たちのこともわからないみたい。法の軍ってだもんね。てか、ベールちゃんは見覚えあるんじゃないの？あれはおそらくねえ、まあ、ズマミは
この姿なりで青赤が混じってってからあれだけどさ、セピアちゃんはわかんじゃないのかな。私たちは今千年前のグラドロンにいるんです。すごい話だよな。え、魔法具の効果は流門のある場所の浮上、結果的にそれは達成されました。え、これじゃまたセピアちゃん戦うってこと。でもどういうわけでそれは誰戦うんだ。まあズマミとは戦うだろうね、きっとね。ズマミマルスとは時が巻き戻されることで叶えられた。ディアマンドの驚きが珍しくない。あの表情珍しいよね、ディアマンドの。その証拠にさっき出会ったんです。なあ、千年前の自分自身。またこの音楽を消えようとは。ありがとう。なんだって。いや、ディアマンドのあの子初めて見たんじゃないかっていうぐらい。ねえ、タイムパラドックス的に。おっ、来たぜ。このズマミ好きだな、僕。喋り方がめっちゃ好きなんだよな、このズマミ。これは、お姉ちゃん。いや、ベールちゃんのこと分かるんじゃないの、はい、さっき遭遇した。ねえ、だって千年前は いたよね、ベールちゃんね。戦争の時にはいたんだからさ。髪も目も赤い。でも、あれは確かにお姉ちゃんだわ。ベールちゃん、いつからお姉ちゃんって呼んでる。私が会ったのはきっと、あの姿のあなただった。あの姿のあなただった。いや、まあ確かにそうなんだけど、なんか言い方おかしくないか。もともとはこれなんだからさ。どいてください。ここは私が相手を務めましょう。結構側近的な感じで使えてたのかね。ありがとうございます、巫女様。巫女様、私も助力を。必要ありません。あなたはこのことをお父様に。いや、もう確かにね、ここでセピアちゃんと戦わせるってさ、濃くすぎるよな。さすがに任天堂まだ人の心あったね。奴らからは紋章師の気配がします。紋章師本人です。奴らが紋章師ファイヤーエンブレムね、炎の紋章師。その可能性があります。いや、いいなこの喋り方。承知しました。では私は。いや、よかった、これセピアちゃん引いてくれるんだ。ソンブルを破って。正直戦いたくなかったもんな、セピアちゃんと。そうだな。でも相手はお姉ちゃんだよ。傷つけたりなんてできない。てかこれ、ここでさ、ズマミをまあまがいなりにも殺しちゃったらさ、こっちのズマミはどうなるんだろう。どうしたらいいの。そうね、早く流門を壊さないといけないのに。流門、あなたたちはこの地の流門を狙っているのですか。いや、なんかこれさ、過去のズマミと今のズマミ同じ声優さん、間違いなくそうなんだろうけどさ、喋り方でこんなにイメージ変わるんだね。そうだと言ったら引いてくれますか。なんかさ、違う人みたいじゃない。すげえな、声優さんって。私は指輪を持ち帰らないといけないのです。話が通じねえ。狙いが分かった以上好きにはさせません。ひらがな読みにき。私が勝てば指輪をもらう。私が勝てば指輪をもらうがすげえ頭に入ってこなかった今。あなたが勝てば流門を壊す。簡単なことでしょう。本当にさ、このつまみを殺しちゃったらどうなるんだよ今のつまみは。争いは避けられそうにありませんね。やっとやる気になったようですね。倒しても死なないようになってんのかな。同じ顔のあなた。同じ顔のあなた。この私と紋章師が相手になります。これマルスを出したら向こうもハッてなるんじゃないのねえ。お、カッコつけている。あれはマルス。こちらは手の内を見せたのです。あなたの紋章師も見せてください。いや、マルス見せようぜ。私自身が紋章師で、ああと言っても、え、でも権限できるじゃない。そうですね、何よりここでそれを告げない方が良さそうです。仕方がありません、マルス。だよね。あ、こっちのマルスは喋るんだぜ。向こうにもマルスが混乱している。可愛らしい。同じ指輪は2つとないはずなのに、ますます興味が湧いてきました。なんでこっちのマルスこんなカッコつけてんの。みんな、カッコつけ方が微妙にダサいんだ、あいつ。この地の流門、必ず破壊します。やっぱマルスは青くなくちゃな。赤いマルスなんてマルスじゃねえ。行くぞ。千年前のつまみ、自らの意志はなく邪竜の命に従うか。いや、って考えると本当にお母さんには感謝しかないよな。このつまみを助けてくれたっていう結果的にはなってるもんね。
まあでも本当にそんなに難しくなさそう。まっすぐぶち抜いて一気化成に過去のズマミと戦うっていう感じかね。まあ援軍はなんかありそうな気もするけどね。よし、じゃあやってみますか。雪崩はよくある現象。ああ、やっぱりこうやって起こすこともできるのですよ。火山弾みたいな感じで雪崩地形効果としてあるんだね。えっ吹っ飛ばされた押し流されてしまいました。右側が上なんだ。なるほど、聞いているようですね。ではこのまま続けましょう。3レーンあるうちのそういうことだね。2ターン後に下の山道で雪崩が発生します。はい。急がないといけないのに、このままでは流門を破壊できません。雪崩が来たら安全な場所に退避してやり過ごしながら進みましょう。はい、わかりました。敵のつまみ足蛇竜門の力を使って雪崩を起こし味方を押し流します。雪崩が起きる場所はあらかじめ表示する。これ敵も当然巻き込まれるんだよね。なるべく注意して行動しましょう。途中に上がった敵がいたりした場合はそれ以上流されることはありません。あ、なるほどね。ダメージはなくてそういうことか。押し出されちゃうってことか。20ターン経過する。あ、時間制限なんだ今回。ターン制限、ここに来て初めてだな。一部の戦闘マップではクリアまでのターン数に制限かかってることがあります。決められたターン数を超えると敗北となるため、その前に勝利条件を達成しましょう。はい、わかりました。いや、もうここに来て本当に初めてじゃない。だ、こういうところに引っ掛けながら進むっていうことか。まあ言うてねえ、みんな強いからガン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 押していけばいいんじゃないかしら。邪魔露払いはアンナさん、さすが500ゴールドもお願いしますよ。いや、マジで強い。あ、やったー、嬉しい。エールちゃんのクリティカルめちゃくちゃ可愛いな。ああ、援軍やっぱあるのか。まあとはいえですよ、ガンガンいきましょう。まあ、真ん中のレーンは本当にどうにでもなりそうだな。ここラピスちゃん、パネトニちゃん、ズマミいるしね。でもう一人がクロエちゃんだから回復もバッチリだし、うん、一気にいこう。まずはこの異形竜即死だ。異形竜をノーダメージで即死で込めるの本当に楽。これ次のターンで雪崩なんだよね。だからこっち側に移動しないとダメってことか。ベールちゃん結構傷ついてんな。まあそこはね、モーブが回復してやればいいわけなんですよ。まあ、リカバーでモーブも本望だろ、ベールちゃんを回復するなんてね。これぞ我が使命だ。拳握りしめてそう、涙流しながら。あ、これ待って、スタルークが押し流される。押し流されると逆にどうなるんだろう。あ、ベールちゃん、いや、ベールちゃん壁にトンって降り立った。これやばくない、ベールちゃん。55% 頼むぞ。よっしゃ、あぶねえ。あぶねえ、お前レンタビル、また知らん指が出てきた。11、そんな痛くないな。ここはもう強引に進もう。いや、ベールちゃんマジで危なかったな。なんか伝説の弓なの、これレンタビルって。スタルク
スタルクを通さな。上のレーン、どこまで吹っ飛んだ。めっちゃ戻されとる。あー、これ厄介だな。さあ、このターン雪崩なんだよね。これさ、アイビーちゃんと雪崩関係あんのかな。いや、これ弓放題怖いな、アイビーちゃん。とりあえずこれをやっちゃおう。弓放題が突き刺さるんじゃねえか、これダメージ的に。あがないとなるかしら。にしても即死はないだろうと思うけどね、ちょっと怖いね。いや、これ微妙に移動できんな。まあ、敵を倒しながら。あ、クリティカル。さすがオルマリーちゃん、惚れました。言わずもがな、惚れておりますとも。いいんですよ、恐縮しないでください。ディアマンド一応ここに立っとくか。で、ミスティラちゃんもここに立つ。これでこの3人はここで引っかかって止まって、ゴールドマリーちゃん、ユナカちゃんはここまで流されるのか。いや、なかなかややこしいね。ただ真ん中がもう肉薄してるからね。まあ、つまみたちに期待しよう。つまみ動いた。ここまで来るなんて強いのですね。まあ、でもラピスちゃんは多分反撃即死。あ、待って、スターラッシュか。そうだ、欠陥品ではありません。ほえー、サンク27いねえな。あ、そんなこと言うんだ。欠陥品か。いや、もうベールちゃんが散々言われたことだよな。いてえ、まあ、弓砲弾厄介だな。ラピッシャーに飛んできてる。避けている。さすがだ。まあ、これはアルフが反撃で即死を取れる。おい、グリティカル。こいつ強い。いや、頼りになるわー、うちんとこの亭主。さあ、敵のターン、つまみがどう出るかだね。クロエちゃんに来た。19の9、まあ、問題はない。 13% 当たらん。てか、ズマミの回避高いな。よくクロエちゃん一発当てたね、今ね。っていうのは、そうか、マルスだからか。マルスの回避力アップ鬱陶しいね、すごくね。5の0、当たるわけがない。ほら、来てみろ、クロエちゃん。クロエちゃんでも炎やりだから反撃あるよ。反撃が痛えんだな、この子の反撃はよ。さすがクロエちゃん。アイビーちゃんに来るけれども、まあ、ここはエンジェルで返り討ち。安らかな眠り。多分もう一匹のアイビーちゃんに来るでしょう。そうだよね。だ、ここも待って、23、危ねえ。そうか、大物だからダメージがでかいのか。ただどうしても高校になるからっていう話だね。いや、ちょっと今肝を冷やしたわ。まだ援軍あんのか。まあ、でもこのターンでいけるな、過去のつまみ。まずラピスちゃんで持って勇者の槍でつつく。 53% だけど攻撃回数が多いからね。それがありがたいよね。クリティカル。さすがラピスちゃん。で、つまみがエンゲージプラス。エンブレムエタニティ、いきますよ、絆神竜派。やはりここはお母さんの剣リベラシオンで過去のつまみを払いましょう。100って。すごいな、総ダメージ201は。いくぞ。見ているだけでは勝てませんよ。まさか怖いのですか。言ってくれるじゃねえか、つまみ。
昔のお前が震えてるぜ。やってやれ。怖いといえば怖いです。今までだってずっといつも負けることが失うことが誰かを死なせてしまうことが恐ろしいです。いやそうだよな、つまみをね、つまみを失ったら軍が瓦解しちゃうもんね。あなたはいいって考えると最前線で戦うっていうのもすごいよな。私と同じ顔をしているのに自分の思いを素直に言えて。いやーこれまだだからお母さんと出会ってないんだね、このつまみはね。私は怖いという感情を表に出すことを許されません。でも感じてはいるのか。恐れを口にすることは欠陥品だと示すことと同じ。いやー早くお母さんに会えるといいな。考えず従うしかないのです。忌まわしい異形兵と同じように。これズマミがさ、異形兵が苦手だって言ってるのはやっぱこう、これが関係してるんだろうね。忌まわしい異形兵と同じようにって言ってるしさ、で弟とか妹は異形兵に殺されちゃったって言ってたもんね。異形兵が嫌いなのですか。いやだってねえ、大嫌いです。こいつらは私の兄弟たちを殺すのです。そういうことだよね。あなたに負けた。いいえそうでなくて、いつかは私もこいつらに殺される。いやお母さん大丈夫、あなたは死にませんよ。私が今ここにいるのがその証拠です。そうだね。でこれ待って、まあパラドックスっていうのはこういうのが生じちゃってっけど、まあ多分こっちのつまみは合ってるんだろうな、未来のつまみに。来ないのならこちらから行きますよ。お前から来れないんだよ。あなたを前にしていると鏡を見ているようで落ち着きません。まあそらそうだ、同じ顔だからね。さあやってやるか。エンゲージビーム。エンゲージビーム。いやーなんか消し飛んだ。ああこれで私もお父様に処分。ああ、処分を受けるってことか。いや大丈夫だって、お母さんが来るからな。よしこれで2つ目突破だね。あと1つ、あと1つは誰なんだろうな。こうなってくるともうここで次ソンブルってこと ?25 章でキリもいいし、えっていうこと。アルフ、つまり千年前の君もいつか僕たちと出会うのかな。幸せな未来が待つようにと願わずにはいられないよね。それ本当に、まあでもね、今こうやってつまみがさ、ここにこうしてあるっていうのが救いではあるよね。フェイルちゃん、あのね、この近くには他の兄弟もいるんだろうね。私たちはみんなのためにも生きなくちゃ。そうだな、兄弟みんな皆殺しだもんな。いやまさかね、ソンブルに殺されてたとは思わなかったわ。戦の中で戦死したもんだとばっかり思ってたんさ僕。さあじゃあワールドマップに戻って続きの話はあるのかな。いやでも過去のズマミがね、お流紋を破壊できました。千年前の私は大丈夫でしょうか。それな、気を失ってるわ。杖で回復してもらってるから。ちゃんと回復もしてるんだ。そのうち目が覚めると思う。行き届いたサービス、よかった。顔を見られちゃったけど大丈夫かな。まあ何にも覚えてないから大丈夫でしょう。平気です。将来的にはここで何を見たとしてももうすぐ全て忘れてしまいますから。そうだよね。そっかそっか、言い方が可愛らしい。これで時間切れのようですね。最後の一つか。間に合ってよかった。いや最後の一つ戻っていく、ね、誰なんだろうな。これで千年前とはお別れか。セピアとも、いやそれね、本当に会えなくなるわ。本当にね、
ですが、彼女のおかげでまた前に進めます。いやでも本当に最後に、人も見れてよかったっちゃよ、よかったんかな。ソンブルを止めに行きましょう、必ず。そうだな、うん、さようなら。千年前の私、あなたがいつか旅に出るとき、その旅路もどうか素晴らしいものでありますように、うん、まあそれは間違いないよな。大変ではあるけれども素晴らしいものではあるよな。異邦の軍がいたというのはここか。何も見当たらない。あ、これ千年前のソンブルか。まあセピアちゃんいるからな。おかしいですわね。戦場を移したのかもしれませんわ。先ほどまで確かに異質な紋章師の気配を感じていた。ここで千年前のソンブルが出てくるんですか。触目したかったが。触目。開口なしにはかなわ。難しい漢字を使っているわ。まさかソンブル様が直々においでになるとは。こうして外に出られるのは久方ぶりのことでは。ガチ引きこもりやったソンブルって。確かめたかったのだ。どうしてもあの者がもう存在するはずがないと分かっていても。え、何これ。え、千年前の時点でこんなこと言ってるってこと。あの者ってなんだ。ちょっと待って、ここに来てそんな謎ぶっこんでくんの。な、え、何。城に戻る。我が子が抗戦しているならば法を持ち帰るはずだ。え、何さ、え、ちょっと待って。巫女様たちは優秀で羨ましいですわ。私もそれほど忠実な部下がいれば。あ、これが宿につながっていくの、もしかして。いいなこと。ならばお前も我のようにこうなせばよいだけのこと。いやーこれお前ってやつはよ、女心がわかんねえやつだな。こう血のつながりはそれだけでどうせず忠誠を得られる。いやすげえこと言ってんのこいつ。家族とは便利なものよ。むちゃくちゃなこと言ってるぞこいつ。さすが邪竜だわ。我の子らは我の子であるというだけで我を愛し命を尽くしてくれている。いやなんか本質的な部分は間違っちゃいないんだけどさ、もっとなんか根本的な部分で間違ってるよこれ言ってること。家族、なるほど。では私にもこう使わしてくださいませ。これがあれにつながっていくのか。セピアちゃん。はい、あなた様の巫女を私に。すぐにはかなわぬ。小鳥の戦で武勲を上げ我の野望に供するというなら考えよう。でこれで結局ソンブルが負けて封印されちゃうから、そのセピアちゃんの願いも宙ぶらりになっちゃったってことか。承知しました。このセピア、あなた様の野望に組みすると誓います。期待しているぞ。いやなんかクーリと結ばれてほしかったな。自分の子ね、それは考えたことがなかったわ。どんなものなんでしょう。誰かが無条件に私に愛をくれるという感覚。こういう語られ方をするのか。私の父や母も私を愛していたのかしら。あ、そっか、セピアちゃんはもしも時を遡れたら殺しちゃうんだよな、マルクの暴走で。なんてそんな馬鹿げたことはできないわね。いやこれ悲しいな。私はここで巫女様を待ちましょう。名は、いいえ覚える必要もないわね。巫女様たちはすべからくいつかは処分される。あ、そういうこと。迂闊に情をかけてしまえばすべからくいつかは処分されちゃうの。あら、悲しいもの。とてもいやなんかすげえ嫌なやつ嫌なやつって来たけどさ、そうかセピアちゃん。あ、大丈夫、お母さんしっかりして。あ、え、これがここ
に繋がっていくのすごいな。あ、よかった。目が覚めたのね。私は。え、これちょっと待って。ここで倒れていたのよ。死んでいるのかと思ったけれど。え、これ。え、待って。ニワトリと卵の話になってくるぞ。気を失っているだけだったのね。あ、ここでお母さんと出会うんだ。あれは夢だったのでしょうか。すごいな。夢。私しかし久しぶりだねお母さんね。出会う夢です。あなたにもどこか似ていました。あなたのような青い髪と青い瞳、それがとても綺麗でした。これが、はあ、すげえ素敵な夢だったのね。でもここは寒いわ。風邪をひいたら大変。これこういう風に優しくしてもらって、どこか暖かいところに行きましょう。つまみが揺らいじゃうのか。立てるかしら。いや、まあ結果的にはそれがすごくいいことになるんだけどさ。ありがとうございます。こうして優しくされたのは初めてです。はあ、私の名前は沈黙すなちゃんと名乗る。そこはおかしいだろ。お父様がただ一度だけそう呼んだと死んだお母様が教えてくれました。死んだお母様か。あなたの名前は。私はルミエルよ。いや、お母さん本当に久しぶりだな。聞いたことがあります。それはこの世に一人しかいない神竜の名前で、倒すべき敵なんじゃないの。ズマミにとってはお父様の。そうだよね。敵の名前。敵の名前だよね。あなたが神竜なら私はあなたを殺さなくてはいけない。うん、いや当然そうなんだけど、こっからえどうなるんだ。できなければ欠陥品です。すぐに処分されてしまいます。でも私は優しくしてくれたあなたを殺したくない。なるほど。呼んで。こんなことを思うだなんて、私は欠陥品です。いや、欠陥品じゃねえんだって。それが人の心だろう。つまみ欠陥品。欠陥品。壊れた欠陥品。完全に壊れた。おい大丈夫。つまみ欠陥品。欠陥。バグをフェイタルエラーを起こしてしまった。そんなことを言ってはダメ。あなたは欠陥品なんかじゃないわ。けれどこのままではすぐに処分されます。お父様の異形兵の餌にされます。餌にされますか。私はそれが何より怖い。私はこれでその次もやっぱり生きていたい。そうだね、ズマミはズマミで当然だけど意志はあるんだよな。だけなのに、これでお母さんが引き取るのか。内緒にしましょう。私もあなたを死なせたくなんかない。できればまたこうして会いたいわ。誰にも内緒でゆっくりお話ししましょう。お母さん、ね、約束。うわー、指切り。くわー、これ約束の指切り、ここでぶっこんでくんのかよ、はい、お母さんよ。あらー無事に戻ってこられましたね。いやー、ごめんつまみ、今お前ちょっと今のお前相手してらんないわ。もう完全に僕宣伝前に飛んでるわ、意識が。まさか昔の神竜様やセピアに会うだなんて、肝を冷やしたぞ。いや本当にね。結界は前よりも薄くなってる。竜門の破壊には成功したみたい。いやお母さんの指切りな。残り2つの竜門を壊せば完全に解除されるはずだよ。あ、ダメだ。千年後に持ってこよう。ねえ、エイエイ最後の竜門はどこにあるの。そう、ユナカちゃんのシグニチャームーブじゃないのか。少し待っててね。便利な子。どうしました。顔が真っ青です。え、ソンブルってこと。いよいよ何でもない。隠してもしょうがないでしょ。それは
まさかまたおかしな場所に。安心して、今度はちゃんとこのグラドロンにあるよ。はい。ただただ、うん、いや言わんとわからんよ。ちょっと疲れちゃったみたいで。いやちょっと待って、言ってそれは。許してもらってもいいかな。いやいや、あの世界の平和かかってるからね。あ、そうですよね。探知を任せきりにしてしまってごめんなさい。ちょっと待って、何これ。出発は少し遅らせます。ベイルはその間ゆっくり休んでいてください。ソンブルじゃないの次で。いや次ソンブルかなと思ったんさ。なんだベイルちゃん、言って。最後の流紋はきっとすぐに壊せる。なんだ、すぐに壊せる。開けるはずなんてない。でも、でも、もうその守備の人間分かってるってこと？言えないよ。それを誰が守ってるかなんて。その気配を私が探知できた理由なんて。まさかこの後に及んだアビウムはないよ。ここでここでアビウムが出てきたら笑っちゃうよな。誰だ最後。うわあ、そんなん気になるじゃんよー。ちょっと待ってくださいよー。これヒントだけでもないですか。グラドロン神殿、千年前の自分と会合した神竜、残した最後の砂利物の底にはくさー。ちょっと待って、次回、でも次回ソラネル会なんだよなー。ソラネル会やらないと支援会話の量が凄まじいことになってんだよなー。いやでも見てえなこれ、ちょっと。はい、ということで、うわ気になる、気になるけど、まあ今回はここまでにしておきましょう。今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。